回ご提案する二輪電動車システムコンセプトは、システムマネジメントユニット、バッテリーマネジメントシステム、モータードライブユニット、この3つで構成されています。こちらのシステムマネジメントユニットは多機能多チャンネル入出力を有しており、さまざまな車両の制御に対応が可能です。車両下にあるバッテリーマネジメントシステムは高精度セル電圧監視により SOC の範囲拡大に貢献します。モータードライブユニットはベクトル制御を基盤とした配置制御により、高効率高精度トルク制御とさまざまなモーターへの対応を可能としました。また中空構造を採用し軽量化も実現しています。日立アステモは二輪分野においても快適で環境に優しいモビリティの開発で、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。